おはようございます。炎蔵です。11月28日、朝会、よろしくお願いします。まあ、初めての方もいらっしゃると思うんで、軽く自己紹介を。私、炎蔵と申します。25年ほど銀行で、え為、ー、替ディーラーやってました。まあ、シティバンクとスタンダードチャーターの銀行なんですが、まあ、その後、銀行を辞めて、えー、個人投資家やりつつ、こんな感じで情報を配信しております。まあ、主戦場は FX、 えー、日本の個別株、うん、日本の日経平均、うん、先物オプション米国株、まあちょっと幅広くやってるみたいな感じなんで、えー、今後ともよろしくお願いいたします。はい、えーまあ、そんな感じで、昨日の動きをおまずは、えー、見ていきたいかなというふうに思うんですが、えっ、ー、と、アメリカの長期金利の低下でドルが下落ということで、えー、昨日、まああのー、朝方から ドル円落ちてましたよねこんな感じでドスンということで、まあ、中根前後からというところだったんでこれ日本の輸出税じゃないかなというような説も出ています、まあ、11月末近づいてきてるんで、まあ、今週はいろいろな意味で、えー、月末需要株式市場の方も利金,あの利金じゃないやあの配当金の再投資とか、まあ、いろいろあると思うんで月末のフローというのがまた注目される時期に来ていますね。 あと、ラガルト ECB 総裁、インフレ圧力は予想通り緩和だが、まだ終わってない。あまり影響なかったですね、これに関してはね。で、住宅のし、えー、10月の,じあのアメリカの新築住宅販売個数が71.9万から67.9万に、だいぶ減少した後、そもそもこの71.9万が75.9のから下方修正されてるんですよね。 えっと、これはかなりいい数字としては、こんな感じですね、えっと、落ちているということで、えーまあ、住宅価格の中間値が40万9300ドルみたいな感じになってて、えーまあ、こんな感じで、えー、になってますよね。で 近えー、っと、72万8000ぐらいまで、えー、7月は増えたんですが、そこから高低下が続いてるというところなんですよ。で、あの、やっぱり住宅が少し不調であるっていうところがあるんですが、まあ、それにしても、あの、新築住宅もまずいんですけど、中古住宅の方が実はもっとまずくて、えー、っと、まあ、そういう意味では、年率換算ではこれ、あの、 5.6%減なんですが、実はここのところ、まだこう新築がえっと増えてた部分っていうのは、中古がえっとやはりあの中古住宅販売が不調な分、新築に行ってる部分が少しあるのかなというところなんですね。で、今、アメリカの住宅金利のローンっていうのが7.29%ぐらいなんですよ、高いですよね。 7.29って10年ね払ったら倍かよみたいな感じなんですけどこれ一時7.79から少しは下がってるんですが、まあ、いずれにしても高い水準っていうところで。 これ中古住宅なんかを買った人たちはまだ、まあ、3年前とか4年前とか3%台ぐらいの30年ローンで買ってるんでそういう人たちにとっては新たにこう住宅を買い替えて高い住宅ローンを払うインセンティブってもちろんないんでそうすると中古住宅がこう売る人がいなくなると中古住宅のもの自体が少ないんでやっぱり中古住宅がやっぱり不調なんですよね今アメリカだと。そうするとまあ 住宅解体し人はしょうがなくて新築行くって部分もあるんですけど、まあ、新築もこんな感じで落ち込んでて、まあ、今年の初めよりはこう増,えてる増えてきてたんですが。 まあそれにしても、さえない展開ということで、これを受けて、10年債利回りは結構、あのー、ここからさらにこう低下した、まあ、その前から低下してたんで、でむしろドル円は、その時に中古住宅あ新築住宅販売が出た時って、一瞬、下つけてまた上がってるんで、まあ、ここら辺はね、もうあの揉み合ってたんで、あまりそのこの新築住宅販売の数字でドルが落ちたというよりは、まあ、金利は低下したんですけど、 ドルは落ちたっていう感じではなかったですね。で、えー、ダラス連銀ンン製造業活動指数っていうのがマイナス19.2からマイナス19.9ということで、あんまり変わらず悪いみたいな感じなんで、ちょっと不調ですよね。で、あのーまあうん、製造業が PMI、あのー、PM を見ても、先週出た PMI を見ても、 サービス業は50に回復してるんですけどやっぱり製造業の方が若干50を割ってたのがさらに低下したっていうところもあってアメリカもちょっとようやく製造業に減速の兆しっていうのが出てきたのかなという感じはしますよね。あと、雇、あのー、雇用用指指数数がが悪悪かかっったたたんんでで、すよね、ね。アメリカ、ね、昨日話しましまけど、 まあ、それを受けてあのアメリカ長期金利の低下とかドルの下落みたいなのが若干それの影響を受けている可能性というのはありますよね。あと昨日、アメリカの2年債5年債の入札があってこれが無事通過したということで2年債4.959から4 8 8 5 5年債が4.503から4.40710年債が4.484から4.382に低下したというところですね。 今日は7年祭の入札ありますが、えー、っと、そうですね、あのー、まあ、昨日は終日、アメリカの長期金利は低下したという形になってるんですが、まあ、やっぱり低い位置ではありますよね。でこれ ずっとアメリカの長期金利5、5%、10月の後半の5%からこうずっと低下してきて、今、まあ、安値圏というか、4.3%台、4.4割れてるんですが、えっと、どうでしょう、今のままだと、この4.2から4.3のゾーンというのは、僕はちょっと抜けづらいんじゃないかなというふうには思ってるんですね。まあ、それはあの、今の時点でアメリカがまだ、 金利を下げる時期っていうのは、まあ来年の5月ぐらいからみたいなあの。市場の予想も出ているんですが、まだはっきりしないじゃないですか？で、利下げするとしても、来年の中盤春以降徐々にということになると、ここから急速に4%を割れるような。 金利の低下ってもちろん、なんかすごくアメリカの経済が急速に悪くなったりとかそういう悪い材料が出た場合は別なんですけど今の状況でそれが起こるとも思えないんで、あのー、4.2とかをここを割れてさらに4%割れてみたいな方向にはいくとは思,わ思ってないんですよね、まあ、そうすると4.2から4.3ぐらい、まあ、この今の4.4割れをいくと、まあ、4あ割 3 4.2台後半ぐらいまではいくかもしれないんですけどそこからさらにっていうのは難しいかなってむしろ4.3から4.7ぐらいのこのレンジでしばらくは推移するんじゃないかなと見てるんでそうすると、まあ、ここからしたさらにドルを売っていくっていう、まあ、あの長期金利の低下だけがドル売りの材料ではないですけどあの、まあ、しばらくまだはちょっとレンジかな4.2から4.7、まあ、あるいは 4.3から4.8まあ4.8はいかないと思うんですけどそのレンジ内で10年債が推移するのであればドル円のレンジも146から151のレンジぐらいまだしばらくはやるんじゃないかなみたいな感じでは見ていますはいえっとそんな感じで、えー、長期債の動きはそんな感じなんですけど昨日はむしろあまり関係なくドル円はどっぽ安みたいな あの円が高かったみたいな感じで、あと、そうですね、昨日さっきお話ししたように、入札良かったんで、ここのところは4.42からどんと4.4割まで、えー、落ちましたよね、うんまあ、そういう入札の影響はこう受けると思います。で、えっと、そうですね、昨のの動きとしては、あとは、えっと、株価なんですが、小動きだったですよね。が56ドル安 で、えナスダックが、えー、と、0.07%安、えー、SP500 が0.2%安、ラッセルも0.33%安ということで、まあ、月曜日だったってこともあって、ちょっと動きかなという感じですよね。で、えーっと、どんと、はい、まあ、こんな感じになってて、うーん、まあ、 あまりこう目立ったのがないんで、えー、すね。あとは、えー、っと、まあ、今、そうですね、感謝祭明けで結構、なかなかし、あの、じゃ、まあ予想よりはいいような感じですよね。その、売り上げっていうのがなかなか良くて。まあ あのブラックフライデーなんて言われてて月曜日はサイバーマンデーって言ってなんかトラベルチューズデーっていうのもあるらしいですねまあ,のまあ旅行に休日シーズンなんでこれからあのアメリカって感謝祭が終わって、えー、クリスマスに向けて、まあ、最後の、まあ、相場も動くわけなんですが、えっとまあ、そこにクリスマス休暇に向けて旅行とかっていうのもあるわけじゃないですかまあそういうことを いっは,、ね、はい、えー、まあそんな感じで、えー、すかねうんまあここら辺がウォルマートとかコストコとかあのー、アマゾンとか買われてるっていうのはまあそこら辺の消費がまあまあかなというところもあるのかもしれないですよねうーんそうですねサイバーマンデーもよかったということで BNPL バイナウペイレーターみたいな。まあ、ここら辺もすごく良かったっていう。まあ、株価が上がったみたいな。クレジットカードと何が違うのかなっていう、ちょっとよくわからない部分もあるんですけど。はい。で、昨日は、即死数は0.23%下落なんですが、ビックスも12.69%っていうことで、若干0.2%ぐらい、あのーうん、上昇しているということで、まあ、ちょっとね、ビックスとかあの、v、VI とか、 あのー、オプションのボラティリティがすごい低下しててちょっとイケイケすぎるなみたいな感じは怖さはちょっとありますよねはいそんな感じでございますまああのー、ヤフーニュースみたいなちょっと間違えちゃったかなという感じで、えー、ちょっとお待ちをえー、っとこちらですね アグリードインデックスを出68から65に若干低下したというところですね。で、えー、マイナス金利解除、日銀が地ならしかということで、えーまあ、来月ありますけど、まあ、いよいよね、日銀、これからこう政策金利の変更が出てくるかどうかという最近でもね、あのー、銀行が、えー、預金金利を 40倍上げましたと。と40倍って0.0ほとんどないんだから、その40倍とか50倍とか30倍とかっていうのをやめてくれないって感じなんですよね。バカバカしい表現の仕方ですよね。で、まあ結局はマイナス金利をゼロにしたところで、おそらく、 あのさっきも申し立トでもやってましたけどあの短期の住宅ローン金利変動金利が変更されるのって短期プライムレート銀行のタンプラが変動した時なんでこれマイナス0.1からゼロになった時ではあのタンプラ動かないんじゃないかとでいよいよゼロから、まあ、0.1とか0.1刻みでいくのか0.25刻みでいくのか分かんないですけどえー、っと まあえー、短期金利を上げてきたときにタンプラが動くんで、まあ、それまでは動かないんじゃないか、それまでは住宅の変動金利も動かないんじゃないかみたいなのをさっきちょっとやってたか、やってたのはあがありました。で、えー、っと、今朝のブルームバーグ5本なんですが、戦、う、闘、んまあ、休止を2日間延長ということで、良、まあ、かったですよね、これはね。うん、あとは、えー、っと、 物価が鈍化したといっても、コロナ前に100ドルで買えた商品は今、119.27なんですよというところで、ブラックマンフライデーのオンラインの支出額は過去最高を記録したということで、ブラックマンデーですよね、これ、7.5%増の98億ドルだったということで、まあ、大体1兆4600億円ということで、これ、96億ぐらいだったんですかね、あの予想がね。うん、まあ、そこかなというところで。 あとは、うーんと、あと PCE ですね。今週 PCE とか出てきますので、まあそこら辺がコアのところが下げしぶってるんじゃないかみたいな予想も出てますね。まあそうすると長期金利低下したところでこれ出ちゃうと、少し上昇するかもしれないというところですよね。えー、っと、ルンバの i ロボットを a z o n .com が14億ドルで買収するっていうことで、で、 EU がこれに対してあの文句を言わないということでルンバ金曜日上がってたはずなんですけどなんかあの競争上の懸念を解消しない限り破綻に終わるおそれがあるということで、うん、今度アイロボットがあのー、25%急落してるみたいなところみたいですねあとは減産あのー、OPEC プラスが減産をこうしようとしてるんですけどアフリカの 国がちょっと反対してるんじゃないかっていうところで、まあ、これ30日に、ね、オペックプラスの会合を延期されましたけど、まあ、そこら辺の話が注目されてるというところだと思います。で、まあ原油価格は昨日は、えー、WTI の方は、えー、っと八80.58ドルから74.86ドルということで下落した、まあ、このニュースのせいなんですかね。あの あって、えー、下落したとということで,、ねはい、で、す、え、ね、ー、ドル円はあ、まあ、こんな感じで昨日落ちてきたんですが、まあ、ちょっと149円台が重くなっちゃいましたね、これで。もともと150が重くて、戻り重くて、昨日はちょっと1円近く、割と月曜日としては動きましたね。うん、で今日のデイリーピポットは148円の96ということで、まあ、149円のせがあるかどうか。まあそれ 下がるようであれば、まずは148円の25がターゲットになるかなというところですね、週間ピポットを見ると、こんな感じで、週間ピポットのサポートも48、ピポットも148円の86なんで、やっぱりちょっとここ抜けてきちゃったっていうことは、もう一度7円台下攻めをしに行くのかなというところなんで、ちょっとまあそこら辺を見ておきたいかなと。 で、ユーロドルは、デイリーピポォト、あ、週間ピポットの1.0920付近をサポートして、ちょっと高値に接近してきてますよね。で、ポンドも強い。ポンドは高値を超えちゃってるんで、ポンドがやっぱり強いですよね。これ、あのー、うん、まあちょっとサロンの方では、あのー、PMI の、その、レポートが、ポンドは割と、こう、経済に若干、こう、明るい兆しみたいなのが書いて たっこともあるんですけどちょっとポンドの方が強いかなでゴードルとかニュージーも高値更新してるんですよねここちょっとユーロが少しあの弱いっていうか上昇してるんですけどポンドとかゴードルニュージーに比べると、えー、少しえっ、ー、と鈍い動きになってるとでゴードルあちタンとニュージーはえっ、ー、とあれですよねあの明日あの 政策金利発表ありますし、ゴールもえっ、ー、と今日は指標は確かコ、えー、流売上げがありますよね。コ流売り上げありますし、えっ、ー、と明日もあえっ、ー、と明日はえっ、ー、とまあ、えー、物価指標とか出ますんでちょっとニューあのオセアニア系注目されるところかもしれないですね。うん。 でクロス円が、えっと、まあ昨日の動きとしては、まあ、ちょっと円高気味でしたよね、昨日はねドル円が結構大きく落ちたんで、ユーロ円も落ちてて、163円割れちゃってるところということで、まあ、ポンド円も下落、5ドル円も乳児円も下落したんですが、い、まあ、一旦こう弾き返されていますよね、習慣で見て,見てみましょうか、クロス円。えーっとまあ 週間ピポット5ドル円は90円の3540たりはサポートしてますよね。あごめんなさい、これ、ニュージ児ンですね。90円の3540はサポートしてて、5ドル円も97円の90あたりがサポートしてて、クロス円を見ると、週間ピポットは一応かろうじて、ユーロ円も弱いですけど、サポートしてるという感じで、まあ、どうですかね、円売りの流れ、昨日はドル売り。 円高だったんですけどね。うん。まあ、その動きがこう続くのかどうかちょっと見守りたいところかなというふうに思います。あと昨日ちょっと不動産絡みで友人あの不動産のあのをやってる人とこうコラボであの動画撮ったんですけどちょっと間違えて僕がの向こうの方にこうあの出す動画をちょっとあの発表しちゃったんで。 ちょっと一時それはあの公開中止にさせていただいて、また、えっと、自分の方もしっかりこう、編集し直して、まあ、それで近日中に不動産の話をこう聞いた、いろいろ面白い話聞いたんで、そこら辺の YouTube もアップさせていただきます。まあ、あの、ちょっと、あの、ご覧になっていただいた方、あれおかしいなと思われた方もいらっしゃると思うんですいませんでした。ということで、えっと、 おまあこんな感じなんですが、うん、まあ、いいねボタン、ぜひ、あの、いただけると嬉しいです。あとは、あのチャンネル登録までの方がいらっしゃれば、まあ、ぜひ、チャンネル登録していただけると嬉しく思います。ということで、えー、今日もありがとうございました。<laughs>